どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン！にしきのあきらさんの歌う昭和の名曲、空に太陽がある限り。これ。とうとうガズレレに登場です。はい。1971年のリリースですんで、私より先輩なこの曲ですけどね。これはもう愛してるがもう止まらない歌詞ですから、これも全開で愛を込めて歌っていきましょう。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル。簡単バージョンやりますよ。これは熱くいけるやつです。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンは、ちょっとリズムをね、8ビートのチャという、ちょっとこう軽やかなリズムに乗っけて、こう体でこう、リズムも表現していけるようなかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどチャンスがなかったですとか、おい、楽器やったんだけど挫折しましたみたいな方がですね、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾きながら歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムを見て、ガズレレ YouTube のプログラムを見て、もう全世界中の方がもう何十万人と音楽始めていただいております。まず簡単ですからね。ガズレレ YouTube チャンネルも15万名様のチャンネル登録をしていただいておりまして、活用されていただいております。本当に簡単なんでね、皆さんもすぐ始めてください。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクをここに貼り付けます。このプログラムのリンクの先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間です。YouTube 動画ですから、無料ですからね。今すぐ音楽始めましょう。ここからです。いってらっしゃい。いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画の課題曲、すでに1600曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲もあると思います。今日みたいな昭和の名曲もたっぷりガズレレでは取り上げております。ちょっと興味あるなという方、ここ見て、昭和の名曲だけをまとめてるページ貼っ付けときます。それでは早速やっていきましょう。にしきのあきらさんの歌う1971年リリースの空に太陽がある限りガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみます。1、2、3、4。空に太陽がある限りやってみました。シンプル簡単バージョンです。いやこれもうねほんとシンプルですよ。こんなにストレートでいいんだろうか。愛してる、とても愛してる、本当に。いやもうこんなに真直線、ド直球で言われたら逆にびっくりしちゃいますけどね。そのぐらいストレートにこう感情を込めて歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったでしょうか。一応フルコーラスでやってるんですよ、これね。2番までなんですけど、こう同じこう構成で2つ繰り返して、間奏をちょっとだけ短くしてますけれども、ほぼこれ全部やっておりますということで、ね、これはね、嬉しいやつですよ。はい。まずは皆さん、今やったシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube のシンプル簡単バージョンに合わせて練習して弾いてみてください。歌詞とコード出てますからね。はい。そこで一緒にガズさんの簡単バージョンに合わせられるようになったら、まずファーストステップクリアです。おめでとうございます。そこまででも本当大変なこと、嬉しいことですけれどもね。じゃあ、そこできた方、次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、押し取るだけで、音楽を生み出す。演奏してみる。これをやってください。その時にね、やっぱ楽譜がやっぱあった方がいいと思うんですよ。いずれ覚えちゃってね、この曲特に簡単でシンプルなんで、しばらく練習したら覚えられると思いますけど、まずは楽譜を見て自分だけでメロディーとリズムと音楽を生み出す。やってみてください。じゃあその楽譜ってでも練習したけどどこにあるんだろうということなんですけど、安心してください。ですね、今、ガズさんが演奏した空に太陽がある限り、このノートをね、はい。空に太陽がある。見ながら今演奏したんですけど、これをですね、今みたいにこんな風に大きく写して、書いたらいかがですかという風に今からもうちょっとしたらシェアしようと思うんですけど、今めちゃ便利なサービス始まってます。これドーン！ガズクラブです。このガズクラブって一体何なのということなんですけど、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の空に太陽がある限りを含む、ガズが今まで書きまくってきたもうね、膨大な数のノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から毎月皆さんが面白そう、チャレンジしてみたい、やってみたいという曲を、5曲お手元にダウンロードしていただいてすぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗ダクダクでもうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てると、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回、ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか1000本ノックみたいなやつですね。とか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから。このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう、一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送を配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしといてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。空に太陽がある限り、にしきのあきらさん、1971年の名曲でございます。はい。ここからイントロで始まるんですけど、ここ止まるとかね、これをちょっと参考にしてみてください。で、今日はですね、ここを見てください。こことかここ。下にくるっと囲っているところは、後半出てくる、かっこいいバージョンではこのコード使いますよ、ということで、やっております。あと、ここにツタタタと書いてあるんですけど、これちょっと盛り上げるんで、後半のかっこいいバージョンでは、このちょっと表現を豊かにしてやってるよということです。この曲めっちゃシンプルなんですね。で、こうやって今映すんで、画面を一時停止してメモっていただくか、あるいは、デモ演奏中のテロップをコードと歌詞を、書いていただくか、あとは先ほど紹介させていただいた画図クラブで、この楽譜そのものをデータでダウンロードしていただくのもね、もちろんいいと思います。どちらにせよ楽譜を用意していきましょう。はい、じゃあ一時停止で。ここまでで一番です。今映ってるの。はい。シンプルですよ。で、拍が要注意で、ここちょっとね、1ブロックこういう風に書いてあって、ここ要は、8ブロックあるんですけど、ここだけ5ブロックですから、1、2、3、4、5。こんな感じです。ちょっとね、表紙が。あと、ここも5ブロックなんだ。そうそう、ここも5ブロックですね。小節数がね、この、ちょっと変わってくるんで、ここ要注意ですね。こことここが5ブロックになってますんで、ちょっとノートのね、各都合上というのもあるんですけど、はい。この辺、言葉もすごく伸びてるんで、こんな風に書いたということで。この辺だけ要注意よ。ここ5ブロックと5ブロック。はい。はい。そして、感想。これ、本当はもうちょっと長いんですけど、まあ、ガズレーオリジナルにちょっとこの印象的なところだけ感想を入れて、空に太陽がある限りのこのメロディーをこう、口で言うと。はい、そして2番なんですけど、これ1番とコード進行全く一緒で、歌詞が変わっているだけでございます。はい。いいですね。で、これで終わったよということで、これがガズレレアレンジになっております。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。で、ここ赤く囲ってるやつは後半出てくるかっこいいバージョンなんで、ひとまず隠しておきましょう。今出てくるコード5個ですよ。やったー、嬉しい。Am と F と Dm と A7 と E7。このコードは入門コードの、グループのメンバーなんでめちゃ安心のやつです。はい。これ、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは入門コードのグループなんですけど、ウクレレで音楽始めたいなと思ってる人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループでございます。10個も覚えないといけないんですかってことなんですけど、入門コードですから、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとね、頭ごっちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられる動画で解説しております。ここにその動画貼っつけとくんで、ここ絶対見てくださいよ。今日はここの5個ですけど、いずれ遅かれ早かれこのね、10個のコード、必ず必要になりますんで。しかも簡単ですから、さっきも言ったけど1個ずつ見たら。はい、この動画で覚えちゃってください。はい。それではこれからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。この曲はですね、やっぱ歌がすごくシンプルなんで、まあまあ気持ちよく歌えると思うんですけどね。まあ一応、今の4つ弾きで歌はしっかりこう掴み取ってくださいね。そうすると次のかっこいいバージョン、さらに輝くと思います。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは1個コードが追加されます。これがおしゃれなコード。ドン、こちら E7 サスポです。これはね、結構簡単だと思います。入門コードのうちの1個の E7 をまず押さえていきましょう。こことこことここで。こんな風ですよね、E7。人差し指見ててください。ここが E7 サスポ。ここが E7。おしゃれ。この行ったり来たり。これが出てきますからね。ここでね、キュンとしちゃうやつでございます。はい。E7 サスポを使っていきます。で、リズムなんですけど、この曲ですね、レコードというかその音源を聞くと、すんごい速い、ファンキーな16ビートだったりするんですよ。ちょっとやってみると、愛してる。感じのグルーヴなんですけど、今回ガズレレバージョンでは、もうみんながよりね、もう思いっきり全開で楽しくできるように、もう、あえてシンプルな、ドン !8 ビートのチャでアレンジしてみました。こっちの方がね、なんつうのかな、もう、みんなで一体になってこう弾けるかなと思って、愛してる。こんな風に力強い感じでちょっと表現してみた方がなんかこうウクレレに合うかなということで、今日は8ビートのチャでいきます。この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク先行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画、濃厚解説レッスン動画、すでにそこにアップロードされておりますので、じっくり見て取り組んでみていただければと思います。この8ビートのチャっていうのは基本となる8ビートっていうリズムがあって、じゃんじゃじゃんじゃん。これができた上で、じゃんちゃじゃんじゃちゃ、このチャっていう音をドラムのドン、タッと、ツッと、このスネアドラムっていうんですけど、パーンというリズムという打楽器の要素を加えた弾き方、8ビートのチャかっこいいんで、このね、リズムの中で体を揺らして、こう、がっちりしたリズムの中で、この、愛してるとこう、腹の底から歌ってもらいましょう。はい。じゃあ、細かいところを解説していきましょう。特にそんなにないんですけど、そうですね、ツタタタタってちょっと盛り上がるところが入るよということで、ちょっとこんな表記が出てきます。ツタタタタって今書いてある Am のところ。ここをちょっとやってみようか。空に、E7 サスポ。空に太陽がある限り。ここ、ツタタタタタ。君と僕は、こんな感じで、今度パートが変わるときにツタタタタってよく書いてあるんで、ここはタッパ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 ッ、よくあるパターンのおかずと言われるやつですけど、最初に8ビートのチャを最初にタッパ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 ッ、こんなんでね、ね、だいぶノリが変わって次の、ブロックにドーンと突入するみたいな、そういうメリハリが生まれますね。このツタタタタタ、結構何回か出てくるんで、そこ見逃さないようにしてください。そして今回、一瞬なんですけど、イントロでですね、ベースのかっこいいフレーズが本当に一瞬入るんです。これをなんと、ウクレレ一本で再現してみようと思います。ちょっとまず演奏してみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。たったこれだけです。はい。これタブ譜で解説します。はい。ドーン、タブ譜ですね。このタブ譜の読み方、わかんないよという方いたら、概要欄に、タブ譜の読み方、完全解説動画のリンク貼っとくんで見といてください。まず見ていくと、1弦の0フレット、バーン。その次、2弦の3フレット、ダーン。その次、2弦の0フレット、ダーン。次、3弦の2フレット、ダーン。次、3弦の0フレット。はい。これで、1、2、3、4。はい、これです。このフレーズ、弾いてからイントロに入っていきます。じゃあちょっと本番の手でやってみましょう。1、2、3、4。こんな感じですね。一瞬ですけど、ちょっとこれ、キラッとこう輝きをこうで、ね、なんかこうテンションが上がるワンフレーズ入れていきましょう。これね、何回もリズムがちょっと特徴的ですからね。ワン、ツー、スリー、フォー、ダダダダダ。結構裏できます。ワン、ツー、スリー、フォー、ダダダダダ。はい。はい、細かいとこですけど。一瞬フレーズを入れていきましょう。はい。それ以外はですね、本当にめっちゃシンプルなんで、もう解説するってか、もうただ弾いてくださいって感じなんですけど、これできた方は、さっきも言ったんですけど、16ビートバージョンでチャレンジするの面白いかもしれませんよ。16ビートのカッティング入りの、ちょっとファンキーな感じでやると、これいきなり、なんていうの、難易度がドカーンと上がりますからね。愛してるスピード感でこれファンキーにね、このね、70年代の今度かっこいい感じなんですよね。このブラックミュージックっぽいというか、そのアレンジもすごいかっこいいですけどね。はい。ちょっと余裕出てきたら、こういうのをチャレンジするのもおすすめいたします。はい。今回はですね、8ビートでがっつり力強く腹の底から愛しているという感じで、もう歌詞も読んでくださいよ。もう読むも何も歌ってたらもうド直球で入ってきますけどね。そういう思いも込めて、もう好きな人にこう面と向かってこれを歌ってみるのはいかがでしょうかね。はい。ちょっと重いみたいなのありますけどね。まあでもいろんなやっぱり音楽では感情も一緒に、入れ込んでね、演奏した方がもう全然輝きが増しますんで、はい、やってみてください。それでは行きましょう。にしきのあきらさんの空に太陽がある限りガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4! う限り、にしきのあきらさんのもう昭和のヴィンテージ名曲、1971年の曲を今こうして、奏でているこの豊かさですね。しかもこの愛しているのこのメッセージのもうストロングなもう感じ。8ビートのチャー結構良くないですか、力強くて。16ビートのチャーのファンキーな感じもいいんだけど、なんかね、これ8ビートでももうじっくりこう聞き込む感じで楽しめると思います。これをね、皆さん練習して思いっきり歌っていきましょう。お知らせです。はい、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついて横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こう楽器用のね分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね譜面台も入ります。これを使ってこう中でねこう動くのを防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしといてください。あと引き続きまして、この本リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもう大ヒット上位になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしといてください。その他にもガズレレではいっぱいねグッズがあります。この使ってる、ストラップだとかキャップ、 T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですけど、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。